リビング書店のヨッピーです。ニムさんです。今日は豚の種を紹介します。書かれたのは佐々木真希さんです。はい、こちらの本ね、ちょっとね、裏先ちょっと紹介していいですか。木にね、豚なってるというか、吊り下げられてるみたいな絵ですね。これちょっと覚えておいてくださいね。気になります。すごい気になりますね。そうそうそう。そしてね、まあ、この主人公は豚ではなくて、この狼なんですが、ここにもね、寝てる豚いますね。その後にね、ちょっとこの題名、豚の種。豚の種どういうことって言わないですか。ね、私ちょっと最初豚の種ん、ね、みたいなところからどういう話なのかなって感じで、裏表紙見たらんちょっとえ木に豚、ね、木の実が豚ってことじゃないね、なんかいろいろ考えながら、まあ、開いてみました、でこの本ちょっとあの文章が長いんですけど、まあ、ざっくりちょっと紹介していきたいと思います。はい、まずね、主人公のね、狼がいました。この狼はなんと走ってもう豚に追いつけないぐらい足が遅い。かわいそう。狼なのに。そう。で、豚たちにね、イエーイ、追いかけてみろーって言われるんだけど、もうちょっとドジっていうところもあって、足も遅いしドジだし、捕まえたことないんですよ。で、狼さんはね、木の実とか野菜しか食べたことない。だ豚を食べたことがない。なるほど。狼って言ったら肉食ね、イメージあるけど、ちょっと残念な狼なんですね。まあ悔しい、食べてみたい、一回でもいい豚を捕まえて食べてみたいって思ってるんですけど、なかなかね、捕まえられない。そこに狐の博士が、どこからかね、やってきました。で、狐の博士が狼にね、どうしたのって聞くんですけど、そしたらもうそのね、今ほら豚を食べてみたいっていう気持ちをこう話すんですね。そうすると、芋投げるから僕の研究室においでって言って、こう博士なので研究室があるんですよ。この研究室すごい研究室ね、何作ってるんですかって感じですけど、いろんなものを発明してるね、機械がいっぱい、偉い博士なんでしょうかね。ドリルとかね、ありますね。でここで僕が開発したいいのあげるよって言うんですね。で、狼がもらったのは瓶の中に3粒入ってるね、種と、もう一つのボトルなんですけど、この種を土にまきなさい、そしてこのね、ボトルの、お薬をかけると木がどんどん大きくなって育って豚がなるよ。豚がなるのね。豚の実がなるよって言われて、はてなはてなはてなってなるんですけど、まあね、ここはね、狼さんいただいて、じゃあちょっと土に植えてみよう、ね、素直に植えました。そしてね、どうかな、なるかな、なるかなってね、楽しみにして薬もまいてね、やるんですけど、そしたらね、その日のうちに芽が出ましたね。早い。そんなに早くと思ってね、毎朝お薬かけなさいって言われてるんですけど、毎朝ね、薬をまくと、一気にゴーって大きい木になる。この木はもう本当大木ですね、樹齢何千年ですかってぐらい大きい木に、ね、狼見上げちゃってますもんね。ね、かわいいよね、こうやってさ、嬉しいって感じが ね出てますよね。そして、次の日はなんと豚がね、豚の身になってできてますね。すごい、こんな感じ。はい、ついうわって言っちゃいました。豚がぶら下がってる。ね、ちょっとシュール。シュールでもありますね。はい、本当なんか、その一部分ですね。そう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 。これがもう木全体にね、あるってことですね。豚がまあ20匹ぐらい、これ、吊り下げられてるように見えるけど、身ですからね。身ですね。そして、まだね、今ここの時点では、多分、意識がない。身だから。ほう、なるほど。身ね。豚の身なんですね。そうそうそう。果物みたいなもんです。はいはいはい。で、やったーって、豚がこれで食べられるって思うんですけど、そこにね、ドス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 と遠くから音が聞こえて、ドスドス、ドスドスって近寄ってきて、なんと、象がね、駆け抜けていくんですよ。マラソンしてるんで。二足。そうすると、このね、豚たちがプロロロロロロって落ちちゃって、落ちたら身ではなくて意識を持つのかなと思うんですけど、
豚に釣られて走ってどっか行っちゃうんですよそうすると、うん、豚よりも足がね遅い狼さんを捕まえられない、うん、あ結局あらそう、うんね、一生懸命行くんだけど豚には追いつけないから、うん、あどうしよう逃げられたって、ね、豚が走って行っちゃったんですねそうなん残念、うんねまあ、豚はね落ちたらもうあの意識を持つんだなっていうその、うんうん、なんかその展開にもちょっと驚くんですけどそうすると豚は1匹ねあの、うん、落ちた拍子に頭を多分ぶつけて気絶してるんです、はいはい、これがね気絶してる絵なんですけど、うん、やったーと思って1匹残ってたと思って今から丸焼きにして食べるぞと思って、うんうん、一生懸命ねどっかからこう薪を集めてきて火を起こしてね、うんうん丸焼きにする準備をしてますね楽しみそうですね、うん、今から食べるぞってね、うん、感じですねしかしね、まあ、気絶してたのですぐ目覚めしてしまった豚ちゃん豚がね、はい、豚がいるんですけど、うん、あ気づかれたと思った時には、うんうんうんまあ、後ろにまあ焚き火があるとして、うんまあ、豚がねこっちにいるんですけど、うんうん、豚に今から食べてやるからなみたいな感じで襲いかかるんですけど、うん、やっぱ豚もねさっき足早いのと一緒で、うん、ちょっと力もどうも狼よりあるなあでこうね もみくちゃになるんですけど、うんうんうん、そうすると焚き火の火に狼の尻尾が引火してしまって、はあ、ねあの尻尾がちょっとこう燃えてしまってあっ、はいはい、って言ってる間に、うんうん、豚がね逃げちゃうあら逃げ足早いそうもうドジだからね自分が丸焼きになっちゃうそうそうそう結局ねあの尻尾で収まったのでよかったんですけど、ねうんまあ、豚が食べられなかったから粒ね3粒もらってました、ね、あなるほどあと2粒あるし今度こそって言ってねまた木を植えましたあ、ね、種を植えましたっていうね、うんうんうん、お話ですあそっかね、分かりましたなんね面白いでしょで、ね、面白いですあじゃあこれ木になってる豚は一回落ちたらまたなるわけじゃないですねそうそうそ う, そうもう終わっちゃうんだかなあそっかこれやったら食べ放題やったんですけどねちょっとねとあの落ちたらもう意識持っちゃってるんで ね, ですね、うん、じゃあ取ってから調理するまでがやっぱもうね時間勝負ですね意識持ってないって感じですかねそううん、なんかねこの本はあの、うんまあ、子供が読んだらその通りに面白いなって感じで思うと思うんですけど、うんうんうん、大人ちょっとね想像膨らんじゃってそうそうそうえどうなるのみたいな余韻がすごいです面白くてなんで面白い本なんだろうと思ったらどうもね何冊か続編あります3粒分あるんですかねうん、まだまだ今のところ4冊こちらに紹介していたので、いつか食べられるかなぜひね次のやつも紹介したいんですけど、うん、なんて面白い本なんだろうと思ってう、ねうん、見てましたね絵はね割とシンプルですけど中身はねそう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 なんですよすごいですね中身はねなんでこんな大人を引きつけるのかなと思って、まあ、やっぱりなんかただ単にこうハッピーエンドじゃないところがまたいいのかな、うんうんうん、そうですねでオオカミって言えばさあのね、うん、すごい強くなってね、うん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 、襲いかかって豚食べますみたいな物語が多い中、うん、逆転してるから、うんうんうん、自然となんか応援したくなるそう本当、うん、食べさせてあげたいってなって、ねうん、最後そういう気持ちになりますよねそう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 あ逃げられたかってね、うんもう一回頑張ってって、ねね、なりますよね、うん、あの最後またねあの種あの木植えて、うんうんうん、あの種植えて最後のねあの薬やってるしなんか愛おしくなってきちゃって出たですね引きつけるんですね、うんうん、やっぱりねうん、まあ、お子さんもねこのし、まあ、シュールさがまたね、うんうんうん、豚がなってるハハハってなりそうですしねそこがすごい面白いポイントですね、うんうん、はいぜひね、次回ちょっと私続編読んだらまた紹介したいなと思いました。はい、ではね、今日は豚の種を紹介しました。